皆さん、こんにちは。こんにちは。さあ、日本語の勉強を始めましょう。新しい科の勉強に入る前に、まず、宿題のチェックをしましょう。在学习新课之前、我们先来看一看上一讲、我们给大家留的练习作业。テキストの72ページを開いてください。请大家翻开书、第72页、练习1。大家都做对了吗？1、日本の歴史について勉強しようと思っています。2、雨の日を除いて、大抵毎朝散歩をします。3、国によって習慣が違います。4、学生の代表として挨拶しました。5、店員はお客に対して丁寧な言葉遣いをすることが大切です。宿題のチェックはこれで終わります。次に新しい科の勉強をしましょう。下面我们学习新课。今天学习第五课。梅雨と日本の家屋。梅雨和日本人的住房。では、まず、本文1の VTR を見てください。日本では、北海道を除いて、6月から7月にかけて、しとしとと雨の降る日が続きます。この時期を梅雨と言います。梅雨の時期は、気温が高く、湿度も高いので、とても蒸し暑く感じます。ですから、日本に住んでいる外国人は、大抵、梅雨は苦手だと言います。涼しくて乾燥した土地に育った人たちは、特に蒸し暑くてたまらないと言います。日本人は、昔から梅雨に悩まされてきました。そして、蒸し暑い気候の時でも快適に暮らすことができるように、いろいろな工夫をしてきました。その工夫が一番よく現れているのは、日本の伝統的な家屋でしょう。日本の家屋は壁が少なく、自由に取り外しができる障子や襖で部屋を区切ります。寒い冬の日には障子や襖を閉めたままで過ごします。けれど、暑い夏の日にはこの障子や襖を取り外し、家全体を一つの広い部屋のようにして過ごします。そうすると風がよく通ってとても涼しいのです。家屋の素材にも工夫があります。日本の家屋には、木や竹や紙など、植物性の素材が多く使われています。障子や襖は、木と紙でできていますし、床に敷く畳も、藁とイグサを編んだものです。植物性の素材は湿気を吸い取るので、湿度の高い風土に適しているのです。時代が変わるに従って、家屋の作り方も変わってきました。
最近は日本でも欧米風の建築が多くなりました。しかし日本の風土を考えると伝統的な家屋から学ぶことも多いと思います。もう一度本文1の VTR を見てください。日本では北海道を除いて6月から7月にかけてしとしとと雨の降る日が続きます。この時期を梅雨と言います。日本では北海道を除いて6月から7月にかけてしとしとと雨の降る日が続きます。6月から7月にかけて、意思是从6月到7月。しとしと是一个拟态词，形容雨淅沥沥下个不停的样子。日本では北海道を除いて6月から7月にかけてしとしとと雨の降る日が続きます。在日本从6月到7月，除北海道地区以外，大部分地区都淅淅沥沥连日阴雨。この時期を梅雨と言います。何々を何々と言います。相当于汉语的把什么什么称作什么什么，或把什么什么叫做什么什么。この時期を梅雨と言います。我们把这个时期叫做梅雨季节。ですから、日本に住んでいる外国人は、大抵梅雨は苦手だと言います。涼しくて乾燥した土地に育った人たちは、特に蒸し暑くてたまらないと言います。涼しくて乾燥した土地に育った人たちは、特に蒸し暑くてたまらないと言います。涼しくて乾燥した土地に育った人たち。意思是、生长在气候凉爽、干燥地区的人们。蒸し暑くてたまらない。形容词贴形。加たまらない，意思相当于汉语的什么什么的受不了，什么什么的不得了，什么什么的要死。涼しくて乾燥した土地に育った人たちは、特に蒸し暑くてたまらないと言います。尤其是生长在气候凉爽、干燥地区的人们，都说简直闷热的受不了。日本人は昔から梅雨に悩まされてきました。そして蒸し暑い気候の時でも快適に暮らすことができるようにいろいろな工夫をしてきました。その工夫が一番よく現れているのは日本の伝統的な家屋でしょう。日本の家屋は壁が少なく自由に取り外しができる障子や襖で部屋を区切ります。日本の家屋は壁が少なく自由に取り外しができる障子や襖で部屋を区切ります。我们在第三课学习了动词连用型的连用终止法，形容词的连用型也同样有这种用法。形容词的连用型是由形容词词干加枯构成的。这里的少なく就是形容词少ない少的连用型。形容词的连用型在文中可以表示并列、对比、原因、理由等意思。这里的少なく表示并列。自由に取り外しができる。意思是可以随意卸下，
障子和襖都是日本式房屋的隔扇。障子是在木框上糊上薄纸，透亮的隔扇，多用于房屋的采光面。现在也有镶玻璃的障子，叫做ガラス障子。襖则是用厚纸糊成的，用于把大间隔成小间，或壁橱与房间的隔扇。许多襖的表面都有精美的图案，既有实用价值，又有美术欣赏价值。日本の家屋は壁が少なく、自由に取り外しができる障子や襖で部屋を区切ります。日本的住房墙壁少，用能够随意取下的拉门和隔扇间隔房间。寒い冬の日には、障子や襖を閉めたままで過ごします。けれど、暑い夏の日には、この障子や襖を取り外し、家全体を一つの広い部屋のようにして過ごします。けれど、暑い夏の日には、この障子や襖を取り外し、家全体を一つの広い部屋のようにして過ごします。大家在初级的第46课学过何々のように表示比喻，如什么什么的样子。这里的何々のようにして就是把一种东西弄成如什么什么的样子。けれど暑い夏の日にはこの障子や襖を取り外し、家全体を一つの広い部屋のようにして過ごします。可是到了炎热的夏天，就把这些拉门隔扇取下来，把整个房子打通，作为一间大屋子来使用。そうすると風がよく通ってとても涼しいのです。家屋の素材にも工夫があります。日本の家屋には木や竹や紙など植物性の素材が多く使われています。障子や襖は木と紙でできていますし、床に敷く畳も藁といぐさを編んだものです。植物性の素材は湿気を吸い取るので、湿度の高い風土に適しているのです。時代が変わるに従って、家屋の作り方も変わってきました。時代が変わるに従って、家屋の作り方も変わってきました。に従って、接在表示变化的动词基本形后面，相当于汉语的随着什么什么。時代が変わるに従って，意思就是随着时代的变迁。時代が変わるに従って，家屋の作り方も変わってきました。随着时代的变迁，住房的建筑方法也有了改变。最近は日本でも欧米風の建築が多くなりました。しかし、日本の風土を考えると、伝統的な家屋から学ぶことも多いと思います。しかし、日本の風土を考えると、伝統的な家屋から学ぶことも多いと思います。伝統的な家屋から学ぶ、意思是、从传统的房屋建筑中学习。
吸取传统房屋建筑的经验。大家已经学过了几个关于学习的动词。学ぶ、習う、勉強する。这几个词在用法上有所不同。習う主要用于直接在老师的指导下，通过练习、学习和掌握某种技艺。勉強する主要用于通过自己的努力去学习掌握某种知识或技术。学ぶ有与前两个动词相似的地方，另外还有效仿、学习的意思，特别是间接的学习、抽象的学习。比如说向谁谁谁学习，一般都用学ぶ。这里伝統的な科目から学ぶ属于一种间接的学习，所以不能和習う或勉強する替换。しかし日本の風土を考えると伝統的な科目から学ぶことも多いと思います。但是考虑到日本的风土，传统的房屋建筑想来还有不少值得借鉴的地方。ではもう一度通してみてください。日本では北海道を除いて6月から7月にかけてしとしとと雨の降る日が続きます。この時期を梅雨と言います。梅雨の時期は気温が高く湿度も高いのでとても蒸し暑く感じます。ですから日本に住んでいる外国人は大抵梅雨は苦手だと言います。涼しくて乾燥した土地に育った人たちは特に蒸し暑くてたまらないと言います。日本人は昔から梅雨に悩まされてきました。そして蒸し暑い気候の時でも快適に暮らすことができるようにいろいろな工夫をしてきました。その工夫が一番よく現れているのは日本の伝統的な家屋でしょう。日本の家屋は壁が少なく自由に取り外しができる障子や襖で部屋を区切ります。寒い冬の日には障子や襖を閉めたままで過ごします。けれど暑い夏の日にはこの障子や襖を取り外し家全体を一つの広い部屋のようにして過ごします。そうすると風がよく通ってとても涼しいのです。家屋の素材にも工夫があります。日本の家屋には木や竹や紙など植物性の素材が多く使われています。障子や襖は木と紙でできていますし、床に敷く畳も藁とイグサを編んだものです。植物性の素材は湿気を吸い取るので湿度の高い風土に適しているのです。時代が変わるに従って家屋の作り方も変わってきました。最近は日本でも欧米風の建築が多くなりました。
しかし、日本の風土を考えると、伝統的な家屋から学ぶことも多いと思います。次は本文2の勉強をしましょう。まず、VTR を見てください。山田さん。いや、チョー君、いらっしゃい。この雨じゃ大変だっただろう。濡れなかったかい？うん、大丈夫だよ。そんなに強い雨じゃなかったから。ただ、蒸し暑くて汗をかいたよ。まあ、こちらへどうぞ。お、畳の部屋だね。うん、これが障子で、これが妻って言うんだろ？よく知ってるね。ちょっと暑いから障子開けてみよう。風がよく通るよ。本当に涼しい風が入ってくるね。自然の風は気持ちがいいな。もう一度本文2の VTR を見てください。山田さん。いや、チョー君、いらっしゃい。この雨じゃ大変だっただろう。濡れなかったかい？うん、大丈夫だよ。そんなに強い雨じゃなかったから。ただ、蒸し暑くて汗をかいたよ。まあ、こちらへどうぞ。やあ、チョー君、いらっしゃい。この雨じゃ大変だったろう。濡れなかったかい？やあ、チョー君、いらっしゃい。この雨じゃ大変だったろう。濡れなかったかい？啊，是小张啊，这样的下雨天路上够呛吧？没淋湿吗？お、畳の部屋だね。これが障子で、これが妻って言うんだろ？お、畳の部屋だね。これが障子で、これが襖って言うんだろ？哦，是铺榻榻米的房间啊，我知道，这叫拉门，这个是隔扇，对吧？よく知ってるね。ちょっと暑いから障子開けてみよう。風がよく通るよ。本当に涼しい風が入ってくるね。自然の風は気持ちがいいな。ではもう一度通して見てみましょう。山田さん。いや、チョー君、いらっしゃい。この雨じゃ大変だっただろう。濡れなかったかい？うん、大丈夫だよ。そんなに強い雨じゃなかったから。ただ、蒸し暑くて汗をかいたよ。まあ、こちらへどうぞ。お、畳の部屋だね。うん、これが障子で、これが妻って言うんだろ？よく知ってるね。ちょっと暑いから障子開けてみよう。風がよく通るよ。本当に涼しい風が入ってくるね。自然の風は気持ちがいいな。次に寸劇を見てください。山本君、どうしても起こしたいの？ええ、小さい時からずっと和室に住んできましたので、コンクリートの部屋にはなかなか慣れません。それに大通りのすぐそばにあるもんですから、自動車の音がうるさくてたまらないんです。そうか。あ、あそこに不動産屋がある。行ってみようか。はい。いい物件あるといいけどな。そうですね。どれがいいでしょう。まあ、入ってみよう。はい。すいません。これなどいかがですか。明るくてお家賃も安いですよ。でも6畳一間ですね。日本の房屋面積一般以畳的数量来计算，一块榻榻米叫一畳，
可就六叠一间啊。これでは狭すぎるから、六畳の 1DK くらいがいいんですが。1DK、就是有一间住房、还带一间可兼做餐室的厨房。近似于我们平时说的一室一厅。1DK ですか。では、こちらでどうでしょう。家賃が高いですね。そりゃ広くなるに従って、当然家賃は高くなるんだろうね。そうですよね。しかしまあ駅からも近いしな。この辺がいいんじゃないか。じゃあ、この部屋を見せていただけますか。わかりました。では早速ご案内いたしましょう。どうぞ。ではこの寸劇をもう一度通して見てみましょう。山本君、どうしても越したいの？ええ、小さい時からずっと和室に住んできましたので、コンクリートの部屋にはなかなか慣れません。それに大通りのすぐそばにあるもんですから、自動車の音がうるさくてたまらないんです。そうか。あ、あそこに不動産屋がある。行ってみようか。はい。いい物件あるといいけどな。そうですね。どれがいいでしょう。まあ入ってみよう。はい。すいません。これなどいかがですか。明るくてお家賃も安いですよ。でも6畳一間ですね。これでは狭すぎるから6畳の 1DK くらいがいいんですが。 1DK ですか。ではこちらでどうでしょう。家賃が高いですね。そりゃ広くなるに従って当然家賃は高くなるんだろうね。そうですよね。しかしまあ駅からも近いしな。この辺がいいんじゃないか。じゃあこの部屋を見せていただけますか。わかりました。では早速ご案内いたしましょう。どうぞ。ところで斉藤先生、中国の生活にはもう慣れましたか？ええ、だいぶ慣れました。それに、こちらでの生活に慣れるに従って、友達も増えて、生活がとても楽しくなってきました。皆さん、斉藤先生の話がわかりましたか？斋藤老师说、他已经完全习惯中国的生活了。而且、随着生活的习惯、还交了很多朋友、生活得非常愉快。では、今日の勉強はこれで終わります。皆さん、さようなら。さようなら。皆さん、こんにちは。こんにちは。
さあ、今日も楽しく日本語の勉強をしましょう。今日は第6課を勉強します。今天我们学习第6课。タナバタ、七夕。这是根据我国的民间传说编写的一课书。では、まず本文の VTR を見てください。7月7日は七夕です。七夕の行事は8世紀頃に中国から日本へ伝えられました。日本ではこの日、子供たちが紙に願い事を書いて竹に吊るします。ところで中国には七夕にまつわるこんな古い話があります。昔、あるところに貧しい牛飼いの若者がおりました。ああ、お腹が減った。姉さん、姉さん、帰ったよ。なんだい、お前かい。まったくこんな時間まで、一体どこへ行ってたんだい。いつもいつも、何にもしないでご飯ばっかり食べて。本当にろくでなしなんだから、もう出て行け。ここからとっとと出て行け。そんな、姉さん、姉さん、僕なん、姉さん。若者は兄の家で暮らしていましたが、ある日家から追い出されてしまいました。よーし、どうだ、気持ちいいだろう。若者は牛と一緒に暮らし始めました。そして毎日とても丁寧に牛の世話をしてやりました。ある時牛がこう言いました。もう明日湖で天女たちが水浴びをします。天女の服が置いてあるから赤い服を持って隠れていなさい。もう、その服の持ち主があなたのお嫁さんになる人です。僕のお嫁さんに。うん、分かったよ。次の日、若者が湖へ行ってみると、牛が言った通り天女たちが水浴びをしていました。若者は言われた通り赤い服を持って隠れていました。しばらくすると天女たちが湖から上がってきました。あら、私の服は、私の服がなくなりました。一人の天女が服がなくて困っていました。あなたの服ならここにあります。若者が姿を現しました。あなた誰？私はこの湖のそばに住んでいる牛飼いです。失礼ですが、天女様のお名前は？織姫と言います。その天女の名前は織姫と言いました。織姫は天の神様の孫でした。二人はすぐに仲良くなりました。若者は織姫にこう言いました。人間の世界に残って私と結婚してください。はい。本当ですか？よかった、幸せにします。おう、さあ着いたぞ。おう二人は結婚して幸せに暮らし始めました。毎日が楽しくてなりませんでした。しょうがないな、仲良く遊んでるか。おや、お前たち、織姫、
ありがとう。さてと、可愛い男の子と女の子も生まれました。もうすぐ縫い上がるわ。織姫、疲れただろう。もう休みなさい。さあ。いいえ、疲れていません。ほら、綺麗な服でしょ。綺麗な服だね。織姫が縫ったのかい？はい。ある日、牛が若者に言いました。おお、どうしたんだ、大丈夫か。よし、背中をさせてあげるからな。よしよし。私が死んだら私の皮を取っておきなさい。そしてそんな困ったことがあったらその皮を体にかけなさい。きっと何かの時にお役に立つでしょう。分かったよ。大丈夫かい。おい、大丈夫かい。おいおい、どうしたんだ。おい、しっかりしてくれ。おい。そう言い残して牛は死んでしまいました。織姫はどこへ行ったのか申せ。はっ、わかりません。探しに行ってまいります。よれよれ。その頃、天の国では神様が織姫を探していました。織姫が人間の世界から帰ってこないので神様はとても怒っていたのです。そして二人が一緒に暮らしているのを知って連れ戻しに来ました。助けて、助けてください。さあ来なさい。あなた。神様は織姫を連れて天に登っていきました。助けて。さあ。助けて。その時、若者は牛が言ったことを思い出して、牛の皮を自分の肩にかけました。皮を着た途端に、若者の体は天に舞い上がりました。織姫、織姫、待ってくれ、織姫。若者は一生懸命追いかけました。そしてもう少しで追いつきそうになりました。織姫、織姫、あなた、織姫、戻ってくるんだ、織姫。けれども神様が大きく腕を振ると、若者の目の前に大きな天の川が現れました。若者と織姫は天の川を挟んで離れ離れになってしまったのです。織姫は悲しくて悲しくて、毎日泣いてばかりいました。そして毎日若者に会いたがっていました。神様はそんな織姫の姿を見るとかわいそうでなりません。どうしたものか。そこで年に一回7月7日だけ二人が会うことを許してやりました。7月7日になるとたくさんのカササギが天の川に橋を架けます。
織姫、はあ、元気だったかい、はあ、会いたかった。この橋の上で若者と織姫は一年に一回だけ会うことができるのです。さあ母さんだよ、よかった、本当によかった。そのためにこの日だけは人間の世界から笠崎がいなくなるということです。もう一度本文の VTR を見てください。7月7日は七夕です。七夕の行事は8世紀頃に中国から日本へ伝えられました。日本ではこの日子供たちが紙に願い事を書いて竹に吊るします。7月7日は七夕です。七夕の行事は8世紀頃に中国から日本へ伝えられました。七夕七夕我国也称乞巧节，七夕本来应是农历七月七日，但由于现在日本已基本上不实行农历，所以有许多农历的节日都挪到了阳历，像五月五日的端午节，七月十五日的盂兰盆节等等。八世纪，八世纪，大家注意，世纪的世读长音，世纪和世界 Sekai 的读音不一样。7月7日は七夕です。七夕の行事は8世紀頃に中国から日本へ伝えられました。7月7日是七夕，七夕节的活动是8世纪左右从中国传到日本的。日本ではこの日子供たちが紙に願い事を書いて竹に吊るします。願い事、意思是心愿、愿望。日本ではこの日、子供たちが紙に願い事を書いて竹に吊るします。在日本、这一天孩子们把自己的心愿写在纸上、然后拴到竹子上。ところで、中国には、七夕にまつわるこんな古い話があります。昔あるところに貧しい牛飼いの若者がおりました。ところで中国には七夕にまつわるこんな古い話があります。まつわる意思是相关关联，七夕にまつわる意思就是与七夕相关联的。こんな是このような这样的口语形式，在这里起指代下文的作用。ところで中国には七夕にまつわるこんな古い話があります。在中国有这样一个与七夕相关联的古老的传说。昔あるところに貧しい牛飼いの若者がおりました。日语中指一个非特定的事物时，常常使用ある何々。比如ある日，有一天，ある人，有一个人，あるところ，意思就是有一个地方或某一个地方。おりました是いました的旧式说法。像ある何々和おりました，这些都在讲故事时经常使用。昔あるところに貧しい牛飼いの若者がおりました。很久以前，有一个地方住着一个贫穷的放牛青年。姉さん帰ったよ。なんだいお前かい。まったくこんな時間まで。一体どこへ行ってたんだい。いつもいつも何にもしないでご飯ばっかり食べて
当にろくでなしなんだから、もう出ていけ。え、ここからとっとと出ていけ。そんな、姉さん、姉さん、僕なん、姉さん。若者は兄の家で暮らしていましたが、ある日家から追い出されてしまいました。若者は兄の家で暮らしていましたが、ある日家から追い出されてしまいました。大家在初级第29课中学习过动词连用形加 das 组成的复合动词，这时的 das 表示动作的起始，比如泣き出す、泣き出す，哭起来。走り出す、走り出す，跑起来。但不是所有由 das 组成的复合动词都表示动作的起始，有些仍表示出来的意思，比如取り出す、取り出す，取出、拿出。逃げ出す、逃げ出す，逃出去。课文里的追い出す意思是赶出去。若者は兄の家で暮らしていましたが、ある日家から追い出されてしまいました。这个青年本来和哥哥住在一起，可是有一天他被赶了出来。よし、どうだ、気持ちいいだろう。よしと。若者は牛と一緒に暮らし始めました。そして毎日とても丁寧に牛の世話をしてやりました。若者は牛と一緒に暮らし始めました。そして毎日とても丁寧に牛の世話をしてやりました。我们在第一课里学习的手差し上げます。意思是给谁谁做什么什么或为谁谁做什么什么。它是大家在初级阶段学过的手あげます的敬语形式，即给比自己地位高的人做事时使用。这里出现的手やります意思也是给谁谁做什么什么或为谁谁做什么什么，但它与手差し上げます正好相反，是给地位比自己低的人或给动植物做什么事时使用的，比如说娘のために料理を作ってやった。娘のために料理を作ってやった。给女儿做了菜。犬に水を飲ませてやった。犬に水を飲ませてやった。给狗喂了水。课文中是照看牛，所以使用了牛の世話をしてやりました。若者は牛と一緒に暮らし始めました。そして毎日とても丁寧に牛の世話をしてやりました。年轻人开始和牛一起生活，而且每天都特别精心地照料它。ある時、牛がこう言いました。もう、明日、湖で天女たちが水浴びをします。天女の服が置いてあるから、赤い服を持って隠れていなさい。もう、その服の持ち主があなたのお嫁さんになる人です。僕のお嫁さんに？うん、わかったよ。次の日、若者が湖へ行ってみると、牛が言った通り、天女たちが水浴びをしていました。次の日、若者が湖へ行ってみると、牛が言った通り、天女たちが水浴びをしていました。動詞普通体、或名詞和部分副詞加の、
然后再接托里，相当于汉语的正如什么什么那样，如同什么什么那样。牛が言った通り，意思就是正像牛说的那样。水浴び，意思是用水冲洗、洗澡，也有游泳、戏水的意思。次の日、若者が湖へ行ってみると、牛が言った通り、天女たちが水浴びをしていました。第二天，年轻人到湖边去一看，果然正如牛说的那样，一群仙女们正在湖里洗澡。若者は言われた通り、赤い服を持って隠れていました。しばらくすると、天女たちが湖から上がってきました。あら、私の服は？私の服がなくなりました。一人の天女が服がなくて困っていました。どうしましょう。あなたの服なら、ここにあります。若者が姿を現しました。若者が姿を現しました。若者が姿を現しました。年轻人走了出来。その天女の名前は、織姫と言いました。織姫は、天の神様の孫でした。二人はすぐに仲良くなりました。若者は織姫にこう言いました。人間の世界に残って、私と結婚してください。はい。本当ですか？よかった。幸せにします。二人は結婚して、幸せに暮らし始めました。毎日が楽しくて、なりませんでした。毎日が楽しくてなりませんでした。形容词忒形和一部分表示人的生理及感情的动词忒形，还有形容动词忒形，接ならない，相当于汉语的什么什么的不得了。毎日が楽しくてなりませんでした。每天快活的不得了。ある日、牛が若者に言いました。もうどうしたんだ、大丈夫か。よし、背中をさせてあげるからな。よしよし。私が死んだら、私の皮を取っておきなさい。そして、そんな困ったことがあったら、その皮を体にかけなさい。きっと、何かの時にお役に立つでしょう。私が死んだら、私の皮を取っておきなさい。そして困ったことがあったら、その皮を体にかけなさい。きっと何かの時にお役に立つでしょう。如果我死了，请把我的皮剥下来收好。以后你遇到什么困难，就把这张皮披在身上，一定会对你有所帮助。どうしたんだ？おい、しっかりしてくれ。おい。そう言い残して、牛は死んでしまいました。もう一度、本文の VTR を見てください。7月7日は七夕です。七夕の行事は、8世紀頃に中国から日本へ伝えられました。日本では、この日、子供たちが紙に願い事を書いて、竹に吊るします。ところで、中国には、七夕にまつわる、こんな古い話があります。昔、あるところに、貧しい牛飼いの若者がおりました。ああ、お腹が減った。姉さん、姉さん、帰ったよ。なんだい、お前かい。まったくこんな時間まで、一体どこへ行ってたんだい。いつもいつも何にもしないでご飯ばっかり食べて、とにろくでなしなんだからもう。
出て行け。え、ここからとっとと出て行け。そんな、姉さん、姉さん僕なん、姉さん。若者は兄の家で暮らしていましたが、ある日家から追い出されてしまいました。よし、どうだ、気持ちいいだろう。よしと。若者は牛と一緒に暮らし始めました。そして毎日とても丁寧に牛の世話をしてやりました。ある時牛がこう言いました。もう明日湖で天女たちが水浴びをします。天女の服が置いてあるから赤い服を持って隠れていなさい。もうその服の持ち主があなたのお嫁さんになる人です。僕のお嫁さんに。うん、分かったよ。次の日、若者が湖へ行ってみると、牛が言った通り、天女たちが水浴びをしていました。おや、これだな。よし。若者は言われた通り、赤い服を持って隠れていました。しばらくすると天女たちが湖から上がってきました。あら、私の服は？私の服がなくなりました。一人の天女が服がなくて困っていました。どうしましょう。あなたの服ならここにあります。若者が姿を現しました。私はこの湖のそばに住んでいる牛飼いです。失礼ですが、天女様のお名前は？織姫と言います。その天女の名前は織姫と言いました。織姫は天の神様の孫でした。二人はすぐに仲良くなりました。若者は織姫にこう言いました。人間の世界に残って私と結婚してください。はい。好、今天我们就暂时学习到这里，剩下的后半部分下一讲我们接着学习。ところで、斉藤先生はこの七夕の話を聞いたことがありますか？ええ、全くこのテキスト通りのものは聞いたことがないんですが、これと似たようなものが日本にもあって、小さい頃絵本で読みました。その話をいつか聞かせてほしいですね。大家听懂了吗？在日本也有和我国牛郎织女一样的传说。では今日はこれぐらいで終わりにします。皆さん、さようなら。さようなら。